ガニメでは木星の第三衛星である。太陽系に存在する衛星の中で半径、質量ともに最大であり、半径は太陽系内のすべての天体の中で9番目に大きい。直径は 5268km であり、惑星である水星よりも8%大きいが、質量は水星の45%にとどまる。金属の核を持ち、 太陽系内の個体天体としては最も低い、規格化した完成モーメントを持ち、磁場を持つことが知られている、唯一の衛星である。木星の衛星全体の中では木星から7番目に近い衛星であり、ガリレオ衛星の中では3番目である。他のガリレオ衛星と共に、地球以外の天体を公転していることが発見された、初めての天体である。ガニメデは、およそ7日かけて、 木星を公転し、エウロパとイオート1、2、4の軌道共鳴を起こしている。比較的明るい衛星で、双眼鏡でも観望が可能である。ガニメでは、計算上岩石と水の氷がほぼ半々の組成から、なっている。鉄が豊富な液体の核を持った、完全に分化した天体であり、地球の海よりも多くの水を保持している、可能性がある内部海を持っている。 表面は主に2種類の地形が見られる。暗い領域は衝突クレーターで飽和している40億年前に形成されたと考えられている地形で、ガニメで表面の3分の1を覆っている。明るい領域はクレーターがほとんどなく、後半に広がる溝や尾根が多数横切っており、少しだけ年齢が若いだけであり、残りの3分の2の領域を覆っている。 この2種類の領域はそれぞれ1階にまとまっているわけではなく、互いに分散している。ガニメデ表面の溝状地形はファローと呼ばれ、画像解析により同心円状であることが判明しており、半径約 150km の小惑星が衝突して形成された太陽系内で最大規模となる最大半径 7800km のクレーターであると推測されている。 明るい領域における破壊されたような地質の原因は明らかになっていないが、超汐加熱による地殻の活動の結果である可能性がある。ガニメデの磁場はおそらくは液体である鉄の核での対流によって生み出されている。この弱い磁場はずっと大きな木製の磁場の中に埋まってしまっており、磁力線の局所的な雪道としてのみ現れる。ガニメデは薄い酸素大気を持ち、 成分として、酸素原子、酸素分子、そしておそらくオゾンを含む。ガニメデが大気に付随して電離圏を持つかどうかは分かっていない。ガニメデの発見は、ガリレオ・ガリレイの功績とされており、ガリレオは1610年1月7日に初めて、ガニメデを観測した。ガニメデの名前は、ギリシア神話で、オリュンポス12神の球児として、ゼウスに近似する美少年。 ガニュメデースのラテン語系ガニメデにちなんで命名された。この名称はガリレオとほぼ同時期に独立してガニメデを発見した天文学者シモン・マリウスによって提案されたものである。パイオニア10号に始まり、これまでに複数の宇宙探査機がガニメデを探査している。ボイジャー計画のボイジャー1号とボイジャー2号による観測では、 ガニメデのサイズが正確に測定され、ガリレオ探査機では地下の海と地場の存在が発見された。次の木星系への探査は欧州宇宙機関によるジュースがあり、2022年の打ち上げが予定されている。ジュースはガリレオ衛星のうち、イオ以外の3つの氷衛星すべてをフライバイした後、ガニメデの周回軌道へ投入される計画である。地球、 月とガニメデの大きさの比較。中国の天文学の記録では、紀元前365年に、中国の監督によって、おそらくは、ガニメデだと思われる、木星の衛星を肉眼で検出したとの報告がある。監督はこの天体を赤っぽい色だと報告したが、赤色の光の波長ではガニメデは、肉眼で観測するには暗すぎるため、この発見報告には、謎が残されている。 監督は、石猿と共に、主要なご惑星の非常に正確な観測を行っている。1610年1月7日、ガリレオ・ガリレイは望遠鏡を用いた観測で、木星の付近にある複数の天体を観測した。ガリレオは、当初3つの天体だと考え、これらは、ガニメデとカリスト、そしてイオとエウロパからの光が合わさったものであった。 翌日の夜の観測でガリレオはこれらの光点が動いているのを発見した。1月13日の観測では初めて4つを同時に観測することに成功したが、この日より前にそれぞれの衛星を少なくとも一度観測している。1月15日までにガリレオはこれらの天体は実際に木星を光点している天体だという結論に達した。1614年に シモン・マリウスが出版したムーンディス・ジョビリスの中で、マリウスはガリレオの発見より1週間前の1609年にイオとその他のガリレオ衛星を発見したと主張した。ガリレオはこの主張を疑い、マリウスのこの著作は盗作であるとして退りけた。マリウスの観測記録はユリウス歴の1609年12月29日から始まっており、 これはガリレオが用いていたグレゴリオ歴では1610年1月8日に当たる。ガリレオがマリウスより先に発見を発表していることから、ガリレオが発見者として記録されている。ガリレオはこれらの衛星への命名権を主張し、他のガリレオ衛星と合わせ、メディチ家の孤児も2世に敬意を表して、コスミカシデラと名付け、後にメデシアシデラという名前に落ち着いた。 フランスの天文学者、ニコラ・クロード・ファブリド・ペーレスクはこれらの衛星に、メディチケにちなんで個別の名前を提案したが、彼の提案は採用されなかった。ガリレオと発見を争ったマリウスは、これら四つの衛星に、木星の土星、木星の木星、木星の金星、木星の水星と命名しようとしたが定着しなかった。ヨハネス・ケプラーの助言を受け、 マリウスはガニメデなどの現在定着している名称を改めて提案した。ガニメデの名前はギリシア神話でオリュンポス十二神の球児としてゼウスに近似する美少年ガニメデースのラテン語系ガニメデにちなんでいる。マリウスが提案したこれらの名称は長い間に渡って帰り見られることはなく二十世紀中盤までは一般的ではなかった。 初期の天文学の文献ではもっぱら、ガリレオが導入した記法である、ローマ数字を用いた名前である、ジュピター3や、木星の3番目の衛星という名前で言及された。土星の衛星が発見された後になって、ケプラーとマリウスによる名称が、木星の衛星に対して使われるようになった。ガニメでは、ガリレオ衛星の中では、唯一男性の人物名が付けられた天体であり、イオ エウロパ、カリストはすべてゼウスの愛人の名前が付けられている。なお小惑星にも同じ由来を持つガニメドがあるが、こちらはドイツ語形であり綴りが異なる。ガニメデにあるクレーターはギリシア神話及び中近東各地の神話から名付けられている。ガニメデ、エウロパ、イオのラプラス共鳴の様子。ガニメデは木星から107万4 0 0トルの距離を公転しており、 ガリレオ衛星の中では内側から3番目である。後天周期はおよそ7日と3時間である。ガニメデは長石固定されており、時転周期と後天周期が同じで同じ面を常に木星に向けている。そのためガニメデにおける1日は7日と3時間に相当する。軌道はごくわずかな軌道離心率と軌道傾斜角を持っており、太陽や その他の惑星からの重力の接動によって、軌道離心率と軌道傾斜角は数百年の時間スケールで純周期的な変動を起こしている。軌道離心率と軌道傾斜角の変動の範囲は、それぞれ0.0009から0.0022、0.05から0.32度である。この軌道要素の変動のため、ガニメデの赤道傾斜角は0から0.33度の、 間を変化する。ガニメデは、エウロパとイオと、軌道共鳴を起こしている。ガニメデが、自身の軌道を一周する間に、エウロパは軌道を二周、イオは、四周する。イオとエウロパの合わせは、常に、イオが近天エウロパが、遠天にいる時に発生する。エウロパとガニメデの合わせも、エウロパが近天にいる時に発生する。イオとエウロパの合わせの経度と、エウロパとガニメデの合わせの、 軽度は同じ割合で変化し、そのために、見えの合わせは発生しない。すなわち、イオとエウロパとガニメデの3つが、木星から見て、同じ方向に並ぶことは、決してない。このような、複雑な軌道共鳴は、ラプラス共鳴と呼ばれる。木星の大赤斑とガニメデの影現在の、ラプラス共鳴では、ガニメデの軌道離心率は高い値に上昇することが、できない。 そのため現在の軌道り心率である0.0013という値は過去に軌道り心率の上昇が可能だった時期の名残である可能性がある。ガニメデの軌道り心率には謎が残されている。現在軌道り心率を上昇させることができないのであればガニメデ内部での長汐三逸によってはるか昔に軌道り心率は減衰してしまっているはずである。このことは 過去の軌道り心率の0期が起きたのはわずか数百万年前であるということを意味する。ガニメデの軌道り心率は比較的低く、平均では0.0015であるため、現在の超積加熱は無視できる程度である。しかし過去にはガニメデは1回以上のラプラス的共鳴を経験したと考えられ、それにより軌道り心率を最大で0.01から0.02、 にまで上昇させられた可能性がある。これはガニメデ内部に大きな超積加熱をもたらしたであろうと考えられる。表面に見られる溝の多い地形は一回もしくは複数回の内部の加熱が発生した結果であるかもしれない。イオ、エウロカ、ガニメデのラプラス共鳴の起源については二つの仮説がある。共鳴は資源的なもので、 太陽系の始まりから存在しているというものと太陽系の形成後にラプラス共鳴の状態へと進化したというものである。後者のシナリオとしては以下のようなものが考えられている。イオに木星からの潮積力が働き運動量保存のためにイオの軌道は遠ざかる。この移動はイオがエウロパとに1の共鳴を起こす軌道に到達するまで継続する。その後も 軌道の拡大は継続するが、潮積力によって、イオに与えられる核運動量はに、1の軌道共鳴を介して、エウロパにも輸送され、共鳴状態を維持したまま、エウロパの軌道も共に拡大する。その後エウロパがガニメデトに、1の軌道共鳴を起こす位置にまで到達する。その後、核衛星の合わせを起こす経度の変化が、同期するようになり、ラプラス共鳴に捕獲される。 成形45度を中心にしたガニメデの画像。上部の暗い領域がパーライン地域、下の暗い領域がニコルソン地域である。右上のクレーターはトロース、左下がチースティである。ガニメデは太陽系内の衛星の中で最も大きく、最も重い。直径は 5268km で地球の0.41倍、火星の0.77倍。 二番目に大きい土星の衛星、タイタンの1.02倍、水星の1.08倍である。また、カリストの1.09倍、イオの1.51倍であり、地球の衛星である月の1.51倍である。質量はタイタンより10%、カリストより38%、イオより66%、重く、月の2.02倍である。ガニメデの平均密度は1.936、 グラムマイ立方センチメートルであり、岩石成分と水の氷がおおよそ半々含まれる、素性であることを示唆している。全質量に対する氷の割合は46から50%であり、カリストよりわずかに低い。またアンモニアなどの別の揮発性物質の氷も存在していると考えられる。ガニメデの岩石の実際の素性は明らかになっていないものの、L 型と、 LL 型の普通コンドライトの蘇生に近いと予想されている。これらのコンドライトは H 型普通コンドライトと比べて全体の鉄の含有量が少なく酸化鉄が多いという特徴を持つ。鉄とケイ素の質量比はガニメデでは1.05から1.27だが太陽の値はおよそ1.8である。ボイジャー2号が撮影した木星の反対側を向いている半球の画像。 うるく溝が暗い領域である、ガリレオ地域とマリウス地域を分割しているのがわかる。下部にある、最近のクレーターオシリスからの明るい光状は、放出された氷である。ガニメデの表面のアルベドは、およそ43%である。水氷は表面に普遍的に存在し、表面における水氷の質量比は50から90%を占めると推定され。 ガニメデ全体に占める氷の割合よりもはるかに多い。近赤外線の分光観測では1.04,1.25,1.5,2.0,3.0メートルの波長における強い水氷による吸収の存在が明らかになっている。溝の多い領域は比較的明るく暗い領域よりも氷の含有量が多い。探査機ガリレオと地上観測で得られた 高分散の近赤外線と紫外線でのスペクトルでは、水以外の様々な物質が検出されている。検出が報告されているのは、二酸化炭素、二酸化硫黄であり、また、ジシアン、硫酸水素塩や様々な有機化合物と思われる特徴も報告されている。ガリレオの観測結果からはさらに硫酸マグネシウムと、おそらくは、硫酸ナトリウムも、 ガニメデ表面から検出されている。これらの塩化物は内部界に起源を持つ可能性がある。ガニメデの表面アルベドは非常に非対称的である。先行半球は高校半球よりも明るいという特徴を持つ。これはエウロパとは似た特徴であるがカリストとは逆の特徴である。ガニメデの高校半球は二酸化用が豊富に存在しているように思われる。 二酸化炭素の分布には、各半球での非対称性は見られないものの、両極付近では観測されていない。ガニメデ表面の衝突クレーターは一つを除いてに、酸化炭素が多い特徴は示さず、これもカリストに見られるクレーターとは異なる特徴である。ガニメデの二酸化炭素ガスはおそらく過去に枯渇してしまったのだろうと考えられる。古い暗い地形であるニコルソン地域と、 微細な筋が走る明るいハルパギア溝が明瞭な境界で区切られているのがわかる。ガリレオが撮影したガニメデの高校半球の色を強調した画像。右下にタジアミトムクレーターの明るい光場があり、右上にはハーシュフの大きな放出物の領域がある。クライニコルソン地域の一部が左下に見え、その右上がハルパギア溝によって区切られている。 グラクレーターとアクローアスクレーター、ダイザクレーターとランパートクレーターと呼ばれる種類のクレーターである。ガニメデの表面は2種類の地形が混じり合っている。非常に古くクレーターが多い暗い領域、そして幾分か若く後半に広がる溝と尾根が刻み込まれた明るい領域である。暗い地形は衛星表面のおよそ3分の一を覆っており、粘土と有機物を含んでいる。これは、 木星の衛星が集積した時の衝突天体の蘇生を示唆している可能性がある。ガニメデの表面に見られる溝の多い地形を形成するためには何らかの加熱メカニズムが必要だが、これは惑星科学における未解決問題の一つである。現在の見方では、これらの特徴はテクトニクスに起源を持つとされている。氷火山はあったとしても、 限定的な影響しか及ぼさないだろうと考えられる。地殻の活動を引き起こすためには、ガニメデの氷のリソスフェアに強い応力が働く必要があるが、これをもたらした力は過去に発生した超石加熱と関係している可能性があり、おそらく衛星が不安定な軌道共鳴を通過した際に発生したと考えられる。氷の長石変形は氷を加熱して、 リソスフェアを引っ張った可能性があり、これによってひび割れが発達し、地類と地溝が形成される。その結果表面の70%近くの古くくらい地形が消失した。溝の多い地形の形成もガニメデ内部での初期の核形成とその後の潮汐加熱に関係している可能性がある。これらの過程では氷の相転位や熱膨張に伴って、 ガニメデの大きさが1から6%膨張した。その後に核から表面へ向かう深く高温の水のプルームによってリソスフェアの地殻変動が引き起こされた。放射性物質の崩壊による加熱は現在における最も重要な加熱源であり、例えば内部界の深さに関与している。研究モデルによると、もし現在のガニメデの軌道離心率が1桁大きかった場合、 超積化熱は放射性物質の崩壊熱を上回り、より重要な熱源になるということが分かっている。クレーターはどちらの種類の地形にも見られるが、暗い地形の方が特に多い。暗い地形の衝突クレーター密度は飽和しており、主に天体衝突現象によって表面が進化している。明るい溝の多い地形は、クレーター地形ははるかに少なく、 地殻変動に伴う表面の進化に対して衝突現象が果たす役割は小さい。クレーター密度から暗い地形の年齢は40億歳程度と推定されており、これは月の高原地帯と似た年齢である。溝の多い地形はそれよりもいくらか若いが、どの程度若いのかは分かっていない。ガニメでは月と同じく35億年から40億年前に、 非常に多くの天体衝突が起きた時期を経験していると考えられる。これが本当であれば天体衝突の大部分はその時期に発生し、それ以降はクレーター形成率はずっと小さかったと考えられる。クレーターは溝の上に存在しているものもあれば溝によって区切られているものもあるため、いくつかの溝は非常に古い地形であることが示唆される。 放出物の光状を持った比較的明るいクレーターも見られる。ガニメデのクレーターは月や水星に見られるものよりも浅い形状をしている。これはガニメデの氷近くは比較的脆弱な性質を持っており物質が流動して起伏を鳴らしているからだと考えられる。起伏が消滅してクレーターの痕跡しか残っていない太古のクレーターはパリンプセストとして知られている。 ガニメデの特徴的な領域の一つは、ガリレオ地域と名付けられた暗い平原である。この地域は、同心円状の溝やシワ状の模様を含んでおり、地質活動が活発な時期に形成されたものだと考えられている。ガニメデは、水の霜でできていると思われる極寒を持つ。この霜は40度の井戸にまで広がっている。これらの極寒は、ボイジャーの観測によって、初めて明らかになった。 極寒の形成メカニズムの仮説として、高緯度領域への水の移動と、プラズマによる氷への衝撃が挙げられている。ガリレオ探査機のデータは、後者が正しいことを示唆している。ガニメデに磁場が存在するため、磁場に保護されていない極域は、より強力な家電粒子の衝撃を受ける。天体の表面に高速の粒子が衝突し、 表面にあった粒子がエネルギーを与えられた結果として、叩き出されて散逸する現象をスパッタリングと呼ぶ。このスパッタリングが水分子の再分配を促し、モは極領域の中の局所的なより低温な領域へ移動する。ガニメデの地質図。最も古い低アルベドのクレーターが多い領域は赤茶色、若くアルベドが高い領域は溝の多い領域であれば青。 滑らかな領域であれば青緑で示してある。紫は溝と滑らかな表面が混ざっている領域を示している。ノットと命名されたクレーターがガニメデの経度を測定するための参照点となっている。ノットは経度128度と定義されている。0度は木星の方をまっすぐ向いた地点であり、特に記述がない限り経度の値は西に向かって増加する。 ガニメデは完全に分化していると考えられており、硫化鉄と鉄からなる核、計算需要岩石のマントルと水の氷及び液体の水の外層からなっている。ガニメデ内部の核層の詳細な厚さは計算使用の素性として何を仮定するか、核の中のオ様の,の量によって変化する。ガニメデは0.31という太陽系の固体天体の中で最も低い規格化した。 完成モーメントを持っている。これはこの天体が多くの水を持っていることと内部が完全に分化していることの帰結である。内部界、ガニメデの内部構造の断面の予想図。各層は一定の縮尺で描かれている。1970年代に NASA の科学者が初めて氷の層の間に熱い海が存在する可能性を指摘した。彼らは表面付近の氷の層と 岩石マントルの上の氷の層の間に液体の海の層が存在していると考えた。1990年代に NASA の探査機ガリレオがガニメデをフライバイし内部海が存在することを明らかにした。2014年に発表された解析では水と塩分の効果を含めた現実的な熱力学を考慮しガニメデは氷の結晶の異なる層によって分割された。 複数の海の層を持つ可能性が示唆された。このモデルの中では最も下にある液体の水の層は岩石マントルに隣接しているとされた。水と岩石の接触は生命の起源にとって重要な要素である可能性がある。この解析では推定される海の深さは岩石の海底までおよそ 800km と非常に深く滞留する。 断熱的な海の底の温度は、氷と水の境界層での温度よりも40、軽高いと推定された。2015年3月には、ハッブル宇宙望遠鏡を用いた観測で、ガニメデの表面をオーロラがどう動くかを観測することによって、内部海の存在が示唆された。大きな海水の海は、ガニメデの磁場に影響を及ぼし、その結果として、オーロラにも影響を及ぼす。 ドイツケルン大学の弱き無双のチームがガニメデを紫外線で観測したところ、オーロラの揺れが本来予測されるよりも小さいことが分かった。天体内部にある導電性の液体、おそらく塩水により二次的な磁場が発生し、これがオーロラの揺れを軽減していると考えられる。研究チームの推算によれば、厚さ 150km のガニメデの表層のもとに、 深さ1 0 0トルの海があり、その水の量は地球の海よりも多いという。この観測からガニメデの海は太陽系の中で最も大規模なものであるという証拠が示唆された。ガニメデの海での生命の居住可能性についてはいくつかの推論がある。各ガニメデの中心部には液体の鉄とニッケルが豊富な核が存在すると考えると、 ガリレオ探査機によって検出されたガニメデの固有磁場の存在を自然に説明することができる。高い電気で遠動率を持つ液体の鉄の対流は磁場を生み出す最も合理的なモデルである。核の密度は5.5から6グラム毎立方センチメートル、計算上岩石のマントルは3.4から3、6グラム毎立方センチメートルである。 この核の半径は最大で 500km である。ガニメデの核の温度はおそらく1500から 1700k であり、圧力は最大で 10GPA である。1972年、インドネシアのジャワ島とインドのカバラーで働くインドと、イギリスとアメリカ合衆国の天文学者のチームが、ガニメデと木星が構成の手前を通過する遠平の最中に、 ガニメデに薄い大気を検出したと主張した。彼らは表面気圧を0.1パスカルと推定した。しかし1979年のボイジャー1号が木星をフライバイする際にケンタウルスザカッパ星を用いていった。遠平観測では異なる結果が得られた。遠平観測は波長が200ナノメートルよりも短い円紫外線を用いて行われ、 これは1972年に行われた可視光線での観測よりも機体の存在に対してはるかに感度の高い波長での観測であった。ボイジャーのデータでは大気は存在しないことが明らかにされた。表面での粒子の数密度の上限値は1.509立方センチメートルであることが見出され、これは気圧に直すと2.5パスカル未満であることに相当する。 この値は1972年の推定値より5桁程度も小さい値である。ガニメデの温度の疑似色マップ。ボイジャーのデータでは否定的な結果が出ていたものの、1995年にハップル宇宙望遠鏡を用いて行われた観測では、エウロパで発見されているものに非常に似た、希薄な酸素大気の兆候が得られている。 HST では130.4ナノメートルと135.6ナノメートルの波長の原子外線で酸素原子による大気発光が観測された。このような大気発光は酸素分子が電子の衝突によって乖離する際に発生し、酸素分子を主成分とする一定量の中性大気が存在する証拠と考えられる。表面での大気分子の数密度は108。 センチメートルマイナス3の範囲であると考えられ、これは圧力に直すと0.2から1.2パスカルに相当する。この値はボイジャーによって1981年に得られていた待機圧力の上限値と矛盾しない。この酸素は生命が存在する証拠ではない。ガニメデの表面にある氷に放射が当たることによって水素と酸素に乖離し、水素は 原子量が小さいため急速に失われてしまう。ガニメデで観測された大気発光は、エウロパで見られるような空間的に一様なものではなかった。HST では、北半球と南半球にある2つの明るい反転が観測され、緯度プラスマイナス50度の付近であった。これは、ガニメデの磁気圏の磁力線が宇宙空間に開いているか閉じているかの境界線が、 ある緯度と一致する。明るい反転はおそらくは極のオーロラであり、開いた磁力線に沿ってプラズマが降下したことによって引き起こされたと考えられる。酸素大気の存在を示す別の証拠はガニメで表面の氷に捕獲されたガスのスペクトルを検出することで得られている。1996年にはオゾンの特徴を示すスペクトルが検出されている。 1997年には酸素分子の二両体もしくは二原子分子の吸収の特徴が分光データの解析から明らかにされている。このような吸収は酸素が高密度な状態にいる場合にのみ見られる特徴である。最も有力な候補は氷の中に捕獲された酸素分子である。二両体の吸収バンドの深さは緯度と経度に依存しており、 一方で表面のアルベドにはあまり依存していない。ガニメデの緯度が高くなるにつれて、吸収の深さは小さくなる傾向があり、これはオゾンが示すものとは反対の傾向である。実験室での研究では、酸素分子は固まったり泡になったりはしないものの、ガニメデの比較的暖かい表面温度では氷に溶解することが示されている。エウロパで大気中のナトリウムが発見されて、以降、 ガニメデでもナトリウムの探査が行われたが、1997年の観測では何も発見されなかった。ガニメデの周囲でのナトリウムの存在量はエウロパよりも少なくとも13倍低い。これは表面のナトリウムの存在量が比較的欠乏しているか、ガニメデの磁気圏が高エネルギー粒子を防いでいるためだろうと考えられている。 ガニメデの大気のその他の微量な構成要素は水素原子である。水素原子はガニメデの表面から最大 3000km 離れた場所でも観測されている。表面での水素原子の数密度は 1.504cm-3 である。中性の大気が存在するということは電離圏も存在するはずであるということを示唆している。これは酸素分子は 磁気圏から来る高エネルギーの電子との衝突や太陽からの極端紫外線放射によって電離されるからである。しかし、ガニメデの電離圏の性質はその大気の性質と同様に議論を呼んでいる。ガリレオ探査機によるいくつかの測定では、ガニメデ付近の電子密度の上昇が発見され、これは電離圏が存在することを示唆しているものの、他の観測では検出に失敗している。 表面付近での電子密度の推定値は、文献によって200から2500センチメートルマイナス3と開きがある。2008年の段階では、ガニメデの電離圏のパラメータはあまりよくわかっていない。木製の磁気圏の中に渦もれているガニメデの磁場、閉じた磁力線は緑色で示されている。ガリレオ探査機は1995年から2000年までの 間に6回の近接フライバイを行った。これらの接近観測では、ガニメデが木星の磁場とは独立した固有の磁気モーメントを持つことが明らかになった。磁気モーメントの値は1.3千 13t 立方メートルであり、これは水星が持つ磁気モーメントの3倍である。磁気総曲子はガニメデの時点軸に対して176度傾いており、これは 木星の磁気モーメントに対して反対の方向を向いていることを意味する。北磁極はガニメデの軌道平面よりも下にある。この固有磁気モーメントによる双極子磁場の強さはガニメデの赤道で 7192NT であり、ガニメデの軌道における木星の磁場強度はおよそ 120NT である。ガニメデの赤道での磁場は木星の磁場の逆方向を向いているため、 磁気リコネクションが発生しうることを意味している。領事局における固有磁場の強度は、赤道の2倍の 1440NT である。ガニメデのオーロラ。オーロラベルトのズレは、内部の塩分を含んだ海の存在を示唆している。固有磁気モーメントは、ガニメデの周囲の磁場を形作り、木製の磁気圏の中に埋め込まれた、小さいガニメデの磁気圏を形成する。ガニメデは、 このような特徴を持つことが知られている唯一の衛星である。磁気圏の直径はガニメデの半径の4から5倍である。ガニメデの磁気圏は緯度30度以下の領域の閉じた磁力線の領域を持ち、この中では家電粒子が閉じ込められており、一種の放射線体を形成している。磁気圏内の主要な4粒子は1回電離の酸素であり、ガニメデに 希薄な酸素大気が存在するという事実と合致する。緯度が30度よりも高い量極域では磁力線は開いており、ガニメデを木星の磁気圏とつなげている。この領域では数十や数百ケブの電子とイオンが検出されており、ガニメデの極周辺で観測されているオーロラを引き起こしていると考えられる。さらに、 重い音はガニメデの極域に継続的に降り注いでおり、その領域の氷のスパッタリングと暗色化を引き起こしている。ガニメデの磁気圏と木星のプラズマの相互作用は多くの点で太陽風と地球の磁気圏の相互作用と似ている。木星と境界点するプラズマはガニメデの磁気圏の高校半球側に影響を及ぼすが、これは太陽風が 地球の磁気圏に影響を及ぼす様子と似ている。異なる点は、プラズマの速度であり、地球に吹き付ける太陽風のプラズマは超音速であるのに対し、ガニメデの場合はアオン速である。アオン速であるため、ガニメデの高校半球側には、バウショックは形成されない。ガニメデは固有の磁気モーメントの他に、誘導された双極子磁場も持っている。この磁場の存在は、 ガニメデ周辺での木星事情の変動と関係している。誘導された磁気モーメントは、惑星磁場の変動する部分の方向に沿って、木星の方向もしくは木星の反対方向を向く。この誘導された磁場は、ガニメデの固有磁場よりも一桁弱い。磁気赤道における誘導事情の強度はおよそ 60NT であり、周辺の木星事情の半分程度である。 ガニメデに誘導される磁場はカリストやエウロパに見られるものと似ておりガニメデも高い電気で遠動率を持った水の地下界を持っていることを示唆しているガニメデは完全に分化していて金属核を持っていることからガニメデの固有磁場もおそらくは地球の磁場を同じメカニズムで生み出されているすなわち天体内部での導電性物質の移動の結果として磁場が発生しているというものである ガニメデ周辺で検出されている磁場は、もし磁場がダイナモや磁気対流によって生成されているとすると、核での蘇生対流によって引き起こされていると思われる。鉄の核が存在するにもかかわらず、特に類似した天体が磁気圏を持っていないことを考えると、ガニメデの磁気圏には謎が残されている。ある研究では、サイズが小さいことを考えると、核は流体運動が起きている場所まで、 十分に冷えてしまっているはずであり、したがって磁場を維持することができないことを示唆している。一つの説明は、ガニメデの表層を破壊した原因として、提案されているものと同じ軌道共鳴によって、磁場も維持することができたというものである。この仮説では、過去の共鳴によって、ガニメデの軌道離心率が上昇して、マントルでの超石加熱も上昇し、 これによって核からの熱流が抑えられ、核を流体に保ち対流が継続したとされている。別の仮説は、現在の磁場は、マントルの計算上岩石の残留時化によると、U というものである。これは、過去に衛星がより活発なダイナモ機構による磁場を持っていた場合に可能である。ガニメでは、木星の周りにあったガスとゴミからなる。 中惑星円盤の中で集積して形成されたと考えられている。ガニメデの集積はおそらくは1万年程度の時間がかかったと考えられ、カリストに対して推定されている10万年程度という時間よりもずっと短い。木星の周りにあった円盤はガリレオ衛星が形成された段階では比較的ガスが枯渇していた可能性があり、 これによりカリストの形成に必要な長い集積時間が実現されたと考えられる。対照的にガニメでは円盤の密度が大きい木製に近い領域で形成されたため、形成タイムスケールは短くなったと考えられる。この比較的短い集積時間のため集積時の熱があまり外部に逃げず、氷を誘拐させ文化を起こし、岩石と氷の分離が起きた。岩石は 中心部へと沈降し、核を形成する。この点においてガニメデは、カリストとは異なり、カリストはゆっくりとした集積の過程で、集積熱を失ったために氷が溶けることができず、分化を起こさなかったと考えられる。この形成仮説は、なぜガニメデとカリストは、質量と素性が似ているにも関かかわらず異なる形態の天体になったのかを説明することができる。別の理論では、 超汐変形に基づいたガニメデでのより大きな内部加熱によって違いを説明し、また別の理論では、後期重爆撃機の間の天体衝突による衝撃によって違いが生まれたとしている。後者の場合、理論モデルでは、ガニメデでは文化は熱暴走的な過程で発生したが、カリストではそうではなかったことを示唆している。形成後のガニメデの核は集積と文化の最中に、 蓄積された熱の大部分を保持し、それをゆっくりと氷マントルへ解放した。その後、マントルは対流によって熱を表面へ輸送した。岩石に含まれていた放射性物質の崩壊によって核はさらに温められ、分化はさらに進んだ。結果として、内側には鉄と硫化鉄の核、計算需要岩石のマントルが形成された。こうしてガニメでは、 完全に分化した天体になった。ガニメデと比べると分化していないカリストの放射性崩壊による加熱は氷の多い内部での対流を引き起こし、それによって効率的に冷却したため大規模な氷の余裕と急速な分化が妨げられた。カリスト内部での対流運動は氷と岩石を部分的に分離するにとどまった。現在では ガニメデはゆっくりと冷え続けている。核と計算子をマントルから解放される熱によって内部界が存在することができ、一方で鉄と硫化鉄の液体の核のゆっくりとした冷却は対流を起こして磁場の生成を支えている。現在のガニメデからの熱流量はカリストからのものよりも高いと考えられる。バイオニア十号が百七十三年に撮影したガニメデ木星を フライバイしたり周回したりした複数の探査機によってガニメデの接近観測が行われた。1970年代には4回のフライバイが行われ、その後1990年代から2000年代にかけても複数の探査機が近くを通過した。1973年にパイオニア10号、1974年にはパイオニア11号が木星に接近し、 衛星についての情報が地球に送られてきた。この観測では物理的特性のより明確な測定を行ったり、表面の 400km 程度の地形を分解したりすることができた。パイオニア10号のガニメデへの接近距離は 446,250km であった。その後、1979年にボイジャー1号とボイジャー2号がガニメデを通過した。 この時の観測でガニメデの正確な大きさが測定され、それまで大きいと思われていた土星の衛星タイタンよりもガニメデの方が大きいことを明らかにした。この時の観測では溝の多い地形も発見されている。1995年にはガリレオが木星を周回する軌道に入り、1996年から2000年の間に、 ガニメデに6回近接フライバイを行って観測した。これらのフライバイは G1、G2、G7、G8、G28 と G29 と呼ばれている。G2 では最も近いフライバイが行われ、この時はガニメデ表面から 264km の距離にまで接近した。百九十六年の g 一フライバイの際にガニメデの磁場が発見され、 2001年には地下海の発見が公表された。ガリーレオは多数の分光画像を送信し、そのデータからガニメデの表面に氷以外のいくつかの物質が発見された。最も新しいガニメデの近接観測は冥王星へ向かう最中のニューホライズンズによって行われ、2007年の木星フライバイの際にエウロパとガニメデの地形図作成と蘇生マッピングを行った。 ヨーロッパジュピターシステムミッションは NASA と ESA の共同ミッションとして2020年の打ち上げが計画されていた探査ミッションでありガニメデを含む多くの木星の衛星を探査する計画とされた。2009年2月に ESA と NASA はイジザムの計画の優先度をタ探査サターンシステムミッションより上に位置づけた。イジザムは NASA が主導する エウロパ周回機のジュピターヨーロッパオービターとエサが主導するガニメデ周回機のジュピターガニメデオービターからなり日本のジャクサが主導するジュピターマグニートスフェリックオービターが加わる可能性もあったエサが担当する部分はエサの他の計画と資金的に競合していたしかし2012年5月2日にエサの主導する部分はジュースと名前が変更されて独立し エサのコズミックビジョン科学プログラムにおいて採用され、アリアン号ロケットによる2022年の打ち上げ枠を得ることとなった。ジュースはガニメデを周回する軌道に入り、またそれ以前にはカリストとエウロパを複数回フライバイして探査することが計画されている。ボイジャーの機体、ロシア宇宙科学研究所は現在宇宙生物学を主眼に置いた、 ガニメデランダーのミッション評価を行っている。ガニメデランダーは、ジュースとの提携ミッションになるとされている。もしこの計画が採択された場合2024年の打ち上げが予定されているが、このスケジュールはジュースに合わせて改定される可能性がある。ジュノーの探査機を元にしたガニメデ周回機がアメリカ合衆国のプラネタリーサイエンスで下るサーベイの中で2010年に提案された。 搭載する可能性のある機器は、中分解能のカメラ、フラックスゲート磁力計、可視光、近赤外の画像分光計、レーザーコード計、低、高エネルギープラズマパッケージ、イオンと中性粒子の質量分析計、紫外線画像分光計、電波とプラズマ波センサー、強角カメラ、地下レーダーである。その他に、計画されていたが中止になったミッションとして、 ジュピター IC ムーンズオービターがある。これもガニメデを周回する軌道に入ることが予定されていた探査ミッションである。この計画では探査機の動力源として小型の原子炉を搭載し、推進にはイオンエンジンを用いることが予定されていた。そして過去の探査よりもはるかに詳細にガニメデを探査するとされていた。しかし2005年に予算が削除され、 計画は中止となっている。その他の過去の計画には、グランジャー・オブ・ガニメデというものもあった。理科年表平成25年版、P78 から81より計算。AB 時点軸周りの完成モーメント I を、天体の質量 M と半径 R を用いて I MR2 として規格化した値を指す。内部構造が完全に均質な場合は0.4となり、 中心部の密度が高い構造をしていると0.4よりも小さくなる。規格化した完成能率、無次元の完成能率とも言う。ラプラス的共鳴は、ガリレオ衛星の現在のラプラス共鳴と似ているが、唯一の違いは、イオとエウロパの合わせの経度とエウロパとガニ枚での合わせの、経度が1ではない有利数の比で変化するという点である。この比が1の場合は、ラプラス共鳴となる。 常に好転する方向を向いた半球が先行半球。常に好転する方向の反対側を向いた半球が後行半球である。ありがとうございます。